という間に、最後の曲になってしまったんですけれども、はい、これは私のオリジナル曲ですね、はい、これからも、カバー、オリジナル合わせて活動していきますので、またどこかで会えたらよろしくお願いします。ありがとうございます。